なるほどこれだと小山は典型を感じ非常な喜びを得て再び感謝の祈りを捧げました大木はスタツタにぐるぐる巻きにされ樹液の上昇を遮断されついには彼氏していました人間も血管の一部を圧迫すればその部分の血行が妨げられそのためにいろんな病気が引き起こされるのではないだろうか リウマチにしても同じで血行を遮る原因があるために痛みを覚えかつ運動の自由を失うのではないか自分の体を見ても肩より脇の下にかけて多くの脂肪の片しゆいするものがあってそのため神経及び血管を圧迫しリウマチという病気を引き起こしていたに違いないすべての病気は脂肪の片しゆいが原因で 重血あるいは貧血となり、麻痺、腫れ、変色、ウイルスの貯蔵庫となって発展すると小山は考えました。そこで、かたし誘した脂肪を死闘に手応を用して分解除去すれば、血液は疎通して、どのような病気でも治癒するに違いない。これが小山善太郎が高尾山での7日間の断食で得た確証でした。そして自分の発想と、 事故のの開発したた治療法にに大いに自信を持ったのです。小山善太郎は早速翌日今度はカメラマンを連れてどう辞書に行き実刑を写真に撮りましたそれから谷に入りいろいろな樹木を調べたのですツタカズラに巻き込まれて彼氏したもの逆にツタカズラを彼氏させている木もありました ツタカズラを彼氏させているのはほとんどが若木でした若木は勢力が強いため巻きついたツタカズラを木の組織で包んでツタカズラの組織を圧迫して逆にツタカズラを枯らしているのでした問題の大木はもはや樹木としての勢力が衰えているところへ勢力のもんながツタカズラが巻きついたために 栄養分を隅々に送ることができず彼氏したのでした。キト高タとが自らの生命を保とうとしている状態から人間の病気と血液の問題を小山は実感したのです。高尾山の樹木では松の木のコブも見られました。これは松の枝が何かによって傷がつきそこに松ヤニが集まりすぎてそこから 先に養分を送ることができなくなりそのために枝が枯れていましたコブは明らかに松の木の癌に相当するものでしたがんは人を殺すために発生したのではない小から大になったのであるその病根は脂肪型および動脈硬化によるのであるからがんに限らず片しゆいした脂肪を負うをして分解除去することが 病気の治療と予防に適切である小山善太郎はそういう医学観から自分が開発した視圧法を血液循環療法と名付けました筋肉は使えば使うほど鍛えれば鍛えるほど強くなるようにできていますスポーツ選手が筋肉トレーニングをやるのはそのためですがそれにも限度があってある点を過ぎると下降線をたどり 運動を司る筋肉が疲労し硬くなります硬くなっている筋肉に内身とか捻挫を起こすようなことをすると筋肉を支配している運動神経や血管やリンパ管の周囲に腫れができますこのしこりを小山善太郎は玉と呼びましたこの玉はどこにできるかというとどうしても柔らかいところにできる性質を持っていました例えば 足の指先やかかとを捻挫したり、向こうづねと言われるところや、その他、足のどこかを強く打ち見すると、ほとんどの場合は、足の付け根付近に球ができます。これは、多くに人が経験していることですが、この症状を、現代医学は、単なるリンパ節の腫れとして特別重要視していません。しかし、か小山は、ここの玉こそ、 あらゆる病気の本体だと考えました運動神経や血管やリンパ管の周囲に腫れすなわち球ができると並んで走っている血管を圧迫し締め付けることになりますのの流れがが悪くななるるようこことが起こるのです。血液の絶対量が不足すると血液によって運ばれる栄養分や酵素白血球など 組織の新陳代謝に必要な物質が欠乏します。また、組織に溜まった老廃物も完全に取り除かれなくなります。流れずに止まったままの血液は、体温の影響で腐り始めます。およそ2時間以上止まると血液は腐り出し、周囲が侵され、神経の働きも半減し、部分的な神経麻痺も起こるのです。 植木鉢の花に水が不足するとやがてしおれてしまい時間が経つと枯れ死してしまいます人間も植木鉢の花と同じで血液の循環が滞れば病的な状態に移行すると小山善太郎は理解したのです文明病成人病などと言われて世界中の人々を悩ましている数多くの病気癌や高血圧脳卒中や心臓病 その他、動脈硬化糖尿病肝臓障害腎臓疾患むち打ち症胃かすなどは小山善太郎の医学官によるとみんな運動神経や血管やリンパ管の周囲に腫れである弾によって作られた病気ということになります無理をすると弾ができて萎縮しそして冷えさらに疲労が重なると炎症を起こしその熱で癒着します こういう過程が進展し複雑な種々な要因と組み合わさって病気となって体表に現れてくるのです現代の医療ががんなどの難病を根絶できないのはその原因をはっきりとつかんでいないからであろうまた現代医療の傾向は病気が現れている部分のみを治療しているこのような狭い視野で人間の身体を見ているのであるから 根根本的な治療ははは無理であるとまま考えました病気は植物と同じように根を持っています例えばがんという病気は耐向性変化に伴って根を持ち茎を伸ばして咲いた花のような存在です根を抜けば花は自然に枯れるが花だけ摘み取ったところで根が残っていればいずれ花は再び咲くのです 現代医学の根本的な誤りは病気の根を抜くということを忘れていることではないでしょうか年を取ると筋が硬くなると言いますがこの筋こそ運動神経や血管やリンパ管の周囲に腫れすなわち玉が固定し局所に定着してしまったものなのです玉が増えれば増えるだけ血管を圧迫し組織のあちこちに血液不足を起こします すると全身の調和が乱れて様々な病気を呼び起こしてきます玉が増えただけで生命に与えられた寿命は縮まるのですしかし玉が存在している状態を解消できれば人間は老化を遅らせることができるし病気は起こらないと小山善太郎は認識したのです小山善太郎の医学官は血行障害が 全ての病気の原因で血液の循環を正常な状態に戻すことができれば難病で荒れ治癒するという考え方です。どちらかというと物理療法に依存した医学といえます。一方、思想的には自然治癒力と全体性ということを非常に重視しています。自然治癒力というのは病気を治す唯一の働きをするものでその能力は。 生まれながらにして生態に備わっています。したがって医師や治療科の役割は患者の自然治癒力の働きを良くするための手助けをしているのに過ぎず病気を治すのは患者本人なのです。患者本人が持っているこの自然の力を自然の摂理とか生命力といいあるいは潜在意識の法則とかあるいは神と呼んだりしていますが。 小山全太郎をはじめとする東洋の治療科はもっぱら自然治癒力と表現しています血液循環療法では硬くなった運動神経や血管やリンパ管の周囲に腫れすなわち球を揉み返し引き伸ばして解消するという手段をとります小山が視圧治療を実践していくうちにその驚くべき効果は次第に評判となり上流階級の間にも その名を知られるようになりました。ある時、小山は当時の内務大臣であった常並武次郎の胃がんの治療を依頼されました。常並内務大臣は医師から富士の胃がんであると宣告されていました。小山は医師から富士と言われていた常並内務大臣の胃がんを視圧療法で完全に治してしまいました。そして この治療の体験談を講演会で話したところ、警視庁が、古代宣伝だと調査に乗り出してきて検挙されそうになりました。ところが、事情聴取に応じた常波内務大臣が、医者が治せぬものを小山君が治してくれ、この通り元気で生きている。どのような証明でもすると証言したので、小山善太郎の名はさらに上がり、かえって、 その名声を高める結果になってしまいました小山善太郎が独自に開発した視圧術を血液循環療法と呼んでいます小山善太郎の血液循環療法は強いてどの指と決定しているわけではありませんが腹部と頭部は親指を除いた4指を使用しその他は親指を良しとしています親指に力を入れる場合は 4指は力を抜き、親指が狂わないよう定規のように備えるのが基本です。押す方法として、まず精神を落ち着かせ、ひすべ者に対しては、ごく静かに接し、徐々に力を加え、やや痛みを感じるところで話します。一度押して話す時間は、通常3秒から5秒とします。頸動脈や腹部の大動脈やこの内部を通じる 大きな動脈を押す場合は5秒では長すぎ、かえって害があって気分が悪くなるので3秒以上押してはいけません。なお、1回の治療時間は病気によって一定しませんが、局所治療は5分から10分、全身治療は30分以内が適度です。1時間に及んでも害はありませんが、ひすべ者はだるさを訴えるようになります。また常に すべ者の表情に注意して特に腹部の治療の場合は顔面に目を注ぎその顔色顔のしかめ方を締着考慮することしてやるのが安全です患部はすべ者の手にその塊が指先に触れることによってわかるのですがやや力を入れて押せば強く痛みを感じることからもわかります脊髄の病気とか 中部症脳血管障害の時は反対に感覚が鈍る場合もありますその塊を介すことが治療ですからある程度痛みを我慢してもらう必要がありますが初めから強く押すのではなく治療の回数を重ねることによって前時に力を加えるようにしますすべ者が少し痛いが気持ちがいいと感じるいが適当な力であると言えます 治療者の心得としては常に神に祈るような敬験な念を持ち、ひすべ者が自然に襟を正すような感を与える必要があります。事故の姿勢やそのほか言動に注意し、軽挙妄動を戒め、たとえ一をしたりとも癒しくないよう細心の注意を払うことが肝心です。ひすべ者が酒を飲んでいるときは手術を避け、 治療中中ににりを催す場合は、途中で止めるようにします。この小山善太郎の逸話のように原始的な療法と思われる死圧でも名人の手にかかれば癌ですら治すことができる場合もあるのです死圧や暗号はできれば評判の良いプロにやってもらうのがいいのですが高額な代金が必要であり誰もがそのような名人に巡り合えるとは限りません 簡単な施圧法を家族にやってもらうといいのですが、いつも家族の協力が得られるとは限りません。結局、自分の病気は自分で治すのが原則なのです。ここでは、自分一人で行うことが可能な効果の高い自己マッサージ法と施圧法を紹介します。